まあ大体3日降り続いたら大概の渓流はまあダメっすよね、そりゃ。でもね、1本だけ可能性がある沢が1本あるので、そこに可能性をかけて、そこだけはぜひ守っていただいて、本当に事故はパン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 と今回は動画を出していけたらなと思うので、ぜひ次の動画どうなるか楽しみにしていただければなと思います。なんかもう本当に好き放題やらせてもらっているので、それでこれだけということで、ぜひ見てもらえたらなと思います。すごいよねこれ、もう本当抹茶っちゃですもんね。あー映らないかな、このぐらい。まあカフェオレ状態なんですけども、がれるのでやってみますか、ちょっと。というわけで、何話か忘れてしまいましたけど、もうお伝えできればいいので、ね、もしかしたらアメパワーでドーンなんてでかいのが出てしまったり、おそらくゼロだろうな、ここまで濁ってると。まあそれならそれで諦めましょう。じゃあちょっと釣っていってみますか。用意します。どうもガンメタです。どうすかね、少しは釣りになるのかなという感じですね。一番やっぱり濁りがマシな感じですね。で、ルアーは D インサイトの44ですね。もうちょい大きいのでもいいかなと思うんですけど、まあ、ここでっていうとこの食わせにやっぱり44の方が強いので、そこを狙っていけたらなと思います。でフックはトレブルのバーブなしですね。なのでまあかけたら頑張って取らないとちょっとやばいかもしれないですね。1本取れ、まあ最初3本とか言ってたんですけど、1本取れれば上出来ですかね。少し下ってから入りたいなと思います。はい、もう少しね、さすがに人いるかなとか思ったんですけど、こりゃいないっすよねこれじゃ。なのであの大岩の向こう側から少し釣り上がっていきたいなと思います。どうすかね、雨パワープラスに働けばまあめちゃくちゃいいんですけど、ここねもう林道というかあの道路に面してるので、危なくなったらもうすぐ上がれるので、こういったところを選んでもらえれば少し安全かなと思います。ああどうすかね、まあ、濁ってるのは濁ってますけど、よし、じゃあ行ってみましょう。でもう少し濁りがなければ、ああいう背、こういう背に入っててくれたりもすると思うんですけど、ここまでね濁ってしまうとどうすかね。こういうとこね、こういうところでしっかりそのなんていうんですかね、まあちょっとだけ釣りにはなりそうなんですけどね。雨パワーでね出てくれればいいですよね。
このこういった、お、違うか、違うな、魚すごく追ってくんないので、ここまで濁ってると。なんで、あの、なるべくここをぞっていうところで食わせてみてください。その解説というか、なんか話しながらで釣りになってしまうので、ちょっとあれですけど、普段の倍、まあ投げるような感じで、例えば水がそうですね、濁ってない場所だったら、まあああいうとこ、こういうとこ、こういうとこって言って決めていくんですけど、このまあ今日は今日は別ですよ。ここまで濁っちゃってるんで、濁ってない雨の日だったら、普段ねめちゃくちゃプレッシャーが高い場所でも、こういうとこ、普通のなんてない、なんてことない、こういう線にも出てきたりするので、を狙っていってもらえればなと思います。いや、なんとか釣り成立しそうですね。行ってみましょう。解禁時とかね、よくこういう何だ、チャラセというか、流れの脇の緩やかな流れとかをっていったと思うんですけど、こういう時もぜひ狙っていってもらえたら、もしかしたら それがチャンスにつながることもあるかもしれませんね。雨の日だけはまた話が変わってくるので、狙っていってもらえればなと思います。はい、ね、まさかあったらいいっすね。とりあえず一匹が出てほしいところですけどね。食い気のあるめちゃくちゃでかいのがいてくれればいいですけどね。こういう急流の中からズドーンとかね、ないかな。ここめちゃくちゃメジャーで、もう毎日のようにいろんな人が入ってる場所なんですけど、雨っていうことがあるので、まあもしかしたらが、今の言葉で言うならワンチャンですね、あるかなと。こういうとこで出たらやばいよ、多分でかいよ。まあないよね、という形で釣り歩いていこうかなと思います。よいしょ。まあ今回スタートということでこの辺ですかね。はい、じゃあまたこの後どうなるか、ぜひバン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 上げていくので見ていただければなと思います。ではまた。